ナマンダブツナマンダブツナマンダブツ無情情は新ゲダツ新ゲダツは与来ない新ゲダツに至りてぞ無愛無義とは現われるナマンダブツナマンダブツ今日は今ほど五三代として拝読いたしました浄土は三九十一ですね、えー、諸教さんって言われているところの。 5週目になりますかの、えー、の陰とこう何回でしたで <laughs> でしたで何回でしたたというのはただこれ今日のごはさんだけお話しするだけやったらそれほど何回とも思えないんですけどもどういう連,連なりの中で、えー、あるのかなと思った時にやっぱりちょっと、うん、簡単には答えが出ませんでしたね。 え百苦のを経てまあ一応全部言うたらいいのかもしれんけどそれじゃ時間なくなっちゃうんで三首目の百戦苦定の功を経て百戦苦定の下を出だし下ごと無料の声をして未来を褒めに名を築いてねこのお仏徳を非常に三段しても三段しても褒め尽くすことができないお釈迦さんのお説法をもってしても褒め尽くすことができませんよ言うてご和さんがあって。 でその次に、えー、この大小祝トと来たもやからお釈迦さんが「生きやすいですよ」言うて大教にもありますけれどもここは木蓮諸文行ね「生きやすいですよ往生しやすいですよ」言うて言うてはるけど、えー、浄土を疑う主情はあこう無限人とぞ名付けたる無限人とぞ述べたもを言うて。 書いててありましてここは差別語が出たところやから出ているところやからちょっとそっちの方のちを中心に話してきましたけれどもまあせうやけどこれ逆に言ったらどうでしょうね浄土を歌合集上はこう浄土の教えを聞くことが浄土の教えを聞く、ま、だこう持っていないし聞く耳を持ってないっていうね でそういういことでありましょうからそしたら、えー、こ,うこれを今日からお話入っていきますこれ「ね半行」の陰謀のところ考えていったらね半行」の陰謀から考えていったらこれ「えー、目」とか「耳」とかえて出てくるとこれ「門件」と「元件」かなというふうに考えていくことができますよね。 えこう文献と元献例えば注釈版やったら、えー、356ページ7ページぐらいのところに文献原件のいう話が出てきてで、えー、そこで仏償というものを如来さんは目の当たりに、えー、こう聞いてあ見ていかはるけれどもこれは原件やけれどもあとでまた言いますけれどもでせやけど宗から空中の菩薩、ね、あのなんかはこれ するんですよ言って、えー、こう聞き物として聞かせていただくんですよということですから、えー、それとこう関わっていくのであろう。槃、え、業、ー、の門件、原件と関わっていくのであろうしじゃあどうして無限人であり無二人であるのかというと浄土の教えを疑うからですよということですから。 そしたら疑うっていう言葉がこれ無情情は真下脱真下脱は如来なり真下脱に至りてぞ無愛無義と現れるっていうふうに疑いっていうことがここに出てきていますんでえこれちょっと考えすぎなのかなと思ったりねえでここからあとどんな流れになっていくかって言っ,て言ったら これそういう本当の悟りの世界というのは真下脱に至ってこそ本当の悟りの境地である無愛無義と現れてき権限していくんですよということですね。逆に言ったらその境地に達してない人はずっと完全な悟りは開いていけないということですよということだし。 その次の平等心を得る時を一指示と名付けたり一指示は仏性なりで安尿に至ったら悟ることができますよということですから逆に言って言ったらこの今日の91と一緒でですねこ,うこの境内にいる間はこう一糸子ということはこれ天の辺りに見ることはできませんよということでもありましょう。 で92になりますとお、あ、93か、93になりますと、如来すなわち涅槃なり、えー、涅槃を仏性と名付けたり、凡事にしては悟られず、安尿に至って称すべしということですから、ここ三連発でですね、お、えー、浄土に、えー、真の悟りを開くまでは、 えこう仏償は目の当たりに見られませんし無愛無義というような境地には達しませんしそれ、えー、から一子寺という境外にも達しませんよということだけれどもまた裏を返していったらあこう本真の悟りの世界というのは無愛無義ということだし一子平等心ということだし一子寺ということだし涅槃ですよということを。 三連発でやってはるということですね。でその三連発終わった後で「信人喜ぶその人」つまり「門見する人」を「如来としとしと時たも」を「大信人は仏性なり仏性すなわち如来なり」というふうにして、えー、私たちはこの凡事にしては悟ることはできないけれども門見することによって「信人喜ぶものとなり」 如来と等しい立立場に立たたていただきますよというふうにそういうふうに流れていくのかなと思いますね。でそして最後に如来無下の悟りにて無下の仏地を疑えば蔵原だら地獄にて他行修句に沈むなりという,、えー、こう決算になっていくそういう流れの中にあるのかなとも思うんですけどね。いかがでしょう <laughs>、えー そ,そんなわけで、えー、今まで買って前の5話3受けて次の5話3っていうことが多々ありましたからねそしたら、えー、90で浄土歌合修生を奪って人形目に出,人形目に出てきてで、えー、91の今日のところの「 4行目の「無愛無義」というふうに、ね、こう流れていくのかなというふうにも見えます見ることは可能やしそういう前例は山ほどあると、えー、そんなふうに考えたら考えすぎなんかなとも思いながら、えー、読んでいった時になかなか難しいですね <laughs> ということになるわけです。 ええー、そんなような形で自分で、えー、こういう流れでごさんがあるのかなということを、えー、こう考えて、えー、いたんですけれどもだからなかなか協力がする気になかなかな,かなれなかったんですけれども、えーねえー、まあせやけどそういうことも考えられるなと思いました。で、えー、いつもの通りこの高木俊一先生の。 五指南で大体、えー、いい流れといいますかね、えー、この五和算がどういう流れの中で語られているのか、えー、一つの和算があって次の和算があってまた次の和算があってその和算の流れがあるはずですからどんな流れの中にあるのかなということをこの五本によって指南を仰いでいきましょう、えー和,算91はね、浄土和算91っていうのは主情の主入をきいるということですね。 えー、浄土に赴きいる、衆情が浄土に赴き入っていくことに訳する中、以下三種は、ね、槃行によりて安尿の妙下を産ず。しかして今はまず新下達に至ることを示すというね、えー、そういうような形で流れ,流れとしてはそういうことですよと。で えそして、えー、このゴまさんの「大意は」は真実報道に往生すれば真下脱に至り愛と義とんないと疑いを離れることをのぶというって書いてあります。愛をを離れることをのぶで、えー、言葉の意味これずっと読んでいったら時間なくなっちゃうかなと思いますし、えー、あまりにも黒田先生のお話とかぶりすぎるんで。 えー、ちょょっとやめておきましょうね、えー、ただこの「無愛麦」義言葉については難しい言葉ですからこれはよく読みますね「えー、無愛麦無」というので愛は愛弱義は疑惑にて無情涅槃を悟ればその上さらに願い求むるところなきゆえに愛弱を離れ また、処方の実相を明瞭に地質するが故に疑惑を放る。すなわち、作に欲,欲の心なし、疑いの心なしとあり。とありますね。で、さらに、やっぱり難しいところです。はっきり言って難しいところなんで。 さらにこう補儀,、えー儀えーこう、補ってさらに解説してくださっているところを読みましょう。えー、無愛無儀というのは、常用の、えー、涅槃義義、えー、三常の心常常用寺の絵をね、えー、のネハンギの三の常によれば、あこう仏家菩提を得る者は、 さらに、ンぐするところなきゆえに、愛を離れ、ね、仏、え、家、ー、を得た仏さんの悟りを開くはったら、えー、愛着するものがないから愛を離れ、家において血量するゆえ、えー、こう例えば、すべてのものに仏性があるという、そういう悟りを目の当たりに見ますので、疑いなしと愛 一説には今これを転用して一切剣死の枠剣枠死枠を愛と義と言いいこれを離ルる,るを無愛無義と言うと解せりけだし愛は兼悪にして義は死枠に当たるのであるまたそういう説もあるということですね。 また一説には愛は自身を愛することすなわち自身を愛するときは主情を捨て無愛なれば主情を連憫す、ね、えこう自分に対するない愛弱を離れているので主情、えー、を連憫することができる自分,に自分自身己に対する 愛弱が離れてるんでその慈悲を起こす主情を連眠することができるこれを利他に訳す義は保証を見ること明瞭ならざるを言う義は法の性質真の保証を見ることが明瞭でないことが義ですよとでだから、ね、義いう言葉の定義もいろいろあるということですね。 ですなわち物価を得れば欠如明瞭の承知を得るゆえ無義という真理保証を正しく悟るから、えー、こう真理保証に対してこう明瞭に知るということがない疑いを離れることができるえこれを自理に訳す、ね悟,りね、悟りを開くから えー、悟りの内容である真仰保証に対する疑いが除かれてこれが自利それによって、えー、こう自分に対する愛着を離れ他者に対する慈悲憐憫を起こすことができるからリダーですよと、えー、この二義どちらにも返されることはないがともかく安尿浄土の書家をさまざま昇を 悟りの果報を表されたものであると書いてあります。ここははっきり言って黒田先生のおっしゃっていることと大分違います。ね。せやからどれが正しいとかそんなことではないんだけれども、ここに2にあることをまたね、見といてくださいね。愛というのはこれ、剣、え、枠、ー、だよと。で えー、そして「えー、義」というのは「私枠」だよっていうのはこれ常用子絵音の説でありで、えー、そして、えー、愛が、えー、無愛というのはこれ、えー、利他に訳し無義というのは慈理に訳す自分の悟りに訳すっていうようなこう二義がありますよということです。 天庫はですね今日のご話さんの天庫がどこにあるのかということもこの本に書いて、えー、ありますけれども、えー、注釈版見た方がいいかなと思いますので、えー、注釈版あの西本願寺の人が使ってる注釈版で、えー、言いますと、えー、342ページですわ。えーっと <coughs> また、下達は無上情と名付く。無上情はすなわち新下達なり、新下達はすなわち如来なり。えー、もしあのくたら山脈三母代を上ずることを得終わりて、無愛無義なり。で、えー、無愛無義はすなわち新下達なり、新下達はすなわち如来なり、うんぬんというような形になったの。また 逆戻りして,て、えー、行くんですけども、えー、これがもともとの「涅槃行」ですよと「涅槃行」の陰門をですね「神仏土管」342ページのところを読ましてもらいましたよということです。で、えー、ここの、えー、現代語訳も確認してお、えー、きましょう。えー、また悟りはこの上なく優れた というこ,のこの上なく優れたものはすなわち真実の悟りである真実の悟りはすなわち如来であ,りであるこの上ない悟りを成就することができればむさぼりや疑いの思いはない、ね、であとまた戻っていくんですけれども。 えー、むさぼりや疑いの思いがないのが、すなわち真実の悟りである、真実の悟りはすなわち如来であるというふうに、まあ今日のご問よりちょっと余計前に読みましたが、そういった形になっております。で、えー、こんな形でですね、えーまあ、文脈、流れみたいなもの、最初にこのごはさんと前後の関係ですね、えー、そして、 えー、こう,うどこにその出典があるのか国境はこれね反行ですよということですねでそして、えー、次にテキスト的な問題を確認してまい、えー、りましょうで、えー、今日のゴアさんのところは、えー、これはえー ちょっとその文章移、えー、動があございます。はい、読んでいきましょう。えー、これはですね、3行目ですね、えー、新下脱に至りてぞというところが、えー、国宝本ですが、新下脱に至るにぞとなっています。で、えー、これでどれだけ 意味が違うから、いたっこそ、ちょっと意味変わってくるかな。うん。ね、新下脱に至るにぞというふうに国宝本でなっており、で、知、え、書、ー、者本と、知築者本と文明本は、新下脱に至りてぞというふうになっております。 ちょっと意味変わってくるかもしれませんね。はい、で、そういった形です。そして、誤作文を確認しますと、誤作文はですね、これ、無上状のところですが、これ、国宝本、検知書者本ともに、えー、発信を無上状ともいい、新下達とも言う。 えー、そして、えー、国宝本で、えー、無愛無義のところですがなくもなく疑いもなきことあらるとなり,るとなりでよく似ていますけれども検知書者本では欲くなし疑いなし えー、ということですね。よ、え、く、ー、なし、疑いなしということです。はいでえー、こういった形で誤作がありますので、これまた貼っときますので、えー、また見てください。Facebook と、えー、YouTube と両方テキストでの方貼っときますので、見てくださいな、えー。これから黒田先生のおご指南を仰いでいきましょう。無情状は新下脱、新下脱は如来なり。 新下脱に至りてぞ無愛無義とは現れるで。現代語訳ですえ。浄土に往生した人が得る無情状と言われる悟りは仏教の最高の悟りである。この無情状は迷いからの真の下脱の境地である。真下脱は如来の悟りそのものであり。 新下達に至ってこそ知的な煩悩からも感情的な煩悩からも解放された境地が現れるのである。ね、この無愛無義というのをこれ知的な煩悩そして感情的な煩悩というふうにえ黒田先生はおっしゃってくださってます。え言葉の意味無情情です。如来のの悟り古写本の作に 発信を無情情とも言い、新下脱とも言うとあり、発信とは無情情と新下脱を同じことであると言われている。発信と無情情と新下脱を同じことであると言われている。で、新下脱、如来の悟り、真実を悟って迷いの束縛を離れ、完全な精神的自由を得ること。 涅槃に同じそして如来今は如来の悟りそのものである真実不変の本性すなわち真如発祥を如来と言われているこれは無常常は発心であると一の作訓にあった発心を如来と言われている、ね、こ,のここで言われる如来というのは人格的なことを指すというよりか 如来が悟られた悟りの内容悟りそのものである真実普遍の本性すなわち真如発症ということでその意味でこの如来という言葉使われてます、使われてますよということです続きまして講読のところです、えー、黒田先生のご指南続いて仰いでいきましょうこの一種はお念仏の信者がお浄土で得る 悟りは涅槃ンに説かれている大乗仏教の最高の悟りである新下達であると算段されます。親鸞上人は華厳行と涅槃ンギとを釈尊一代の教の代表と見られ釈尊一代の教はミラの本願会を説き示すものであると味わわれました。 下言行は釈尊の最初の説法であると考えられていたからであり、涅槃行は最後の説法であると考えられていたからです。だから最初と最後のお経算大事にしはったんですよということです。今、えー、涅槃行によって和算されるのは、この経に特に仏の悟りを詳しく説かれているからでしょう。 無情状は新下脱、新下脱は如来なり。無情状とはこの上ないもののさらに上という意味で、如来の悟りを表しています。如来の悟りはこの世のものにとらわれた私たち凡夫には、見ることも聞くことも思うこともできない。私たちのレベルをはるかに超え、発祥とも発信とも呼ばれています。 新下脱の下脱とは老病死、愛憎などの煩悩、束縛から放さ解放されて精神が自由になったことです。しかし老病死、愛憎などを超えた境外にとどまっているならば本当に超えているとは言えません。新下脱は本当に迷いを離れながらこの世の中で働くものです。 新下脱は本当に迷いを離れながらこの世の中で迷いの中で働くものです。それを新下脱は如来なりと言われています。如来とは宇宙の真理、真如発祥の意味です。新下脱に至りてぞ無愛麦無とは現れる。新下脱に至って無愛麦無という悟りの境地が現れると述べられます。 愛と義との二次によって悟りを妨げているものの全てを表されていると思います。愛と義によって悟りを妨げているものの全てを二つに代表させて表していただい表しておられると思います。仏教ではありのままにありの,ままにのを見ることを妨げる煩悩に、 感情的な煩悩と知的な煩悩があるとされています今は愛によって感情的本能的煩悩のすべてを表し義によって知的煩悩のすべてを表されているものと思われます 新下達は悟りを妨げる者の,の亡くなった宇宙の真実のままに働く境地であることを無愛無義という語によって表現されているのでしょうさて新下達に至るのは王城の後ですけれども新人の人は新下達に至らしめる如来の働きの中にあることを感知しています 文献の世界ね私たちがああ煩悩から出ることのできない己を悲しむのも如来の悲しみが私に届いているからでしょう。如来の真心を頼みとする者は煩悩から解放された時如来と同じ悟りに至ることを今、信じせずにはいられません。 そういいったごなんでごでざいますちょっとこの文献とかもうちょっとお話をしようかなと思いましたけれどもちょっと今日何号なったんでこれで終わります。また明日,明日できるかどうか分かりますけどまた次回に続きます。